こんばんは、ハムオです。今回は、昨日かな、追加された宝具の祭壇の剣と甲の扉2の、攻略ポイント解説していこうかなと思います。今回は、まあ、ブラッドソードと源氏の固定が強化できるっていうのももちろんなんですけど、天風のベリアスを120にするための条件でもあるので、まあ、需要はそれなりに高いかなとは思ってます。今回、使ったパーティーは、風パと雷パになってます。今回ね、ちょっと難しいっていう聞いてたのと、まあ、僕自身が、天風をパパッと手に入れて使いたかったというのもあって、後半は、僕なりのガチパにしちゃってます。そこだけ、申し訳ないです。で、パーティー1の方は、風属性の魔法系のキャラクターがいると、かなり楽ですね。で、一つのキャラクターも適正になるので、まあ、ハタセラと、まあ、クリスマスルアーサとかがいればいいんですけど、まあ、その辺持ってない方でも、今回の天風のベリアス115までは、宝具の祭壇全然クリアしてなくても、OK なので、うん、レベル115で使ってあげるのいいんじゃないかなと思います。結構活躍してくれました。まあ、ぶっちゃけガーガスはそんなに役に立ってないので、ハロウィンリレルイラとかの方が良かったなーって後から思ってます。パーティー2の方は雷パで、アルストリアとアライアのみ転生をしているという形になってます。もちろん風属性は無転生になってます。アライアは前他の動画でも言いましたけど、50回、アルストリアは60回なので、まだフル転ではないですね。で今回、より思いましたけど、ダメージ限界突破のビジョンカードを、2枚重ねでつけるとだいぶ楽になるので、まあ、メインとサブそれぞれに、ダメージ上限つけるようにするといいと思います。あとキャラクターの EX のボードとかですね。で僕はここまでやってるんですけど、あの新名石とかまでつけると多分もっと楽になると思います。ではね、実際プレイ画面見ながら、補足つけていこうかなと思います。はい。では、まず、ウェーブ1ですね。ウェーブ1から、まあ、今回はね、ウェーブ8までなので、若干ね、短いんですけど、結構ウェーブ1から難しいというか、まあ、敵が多かったりとか、それなりに HP あるので、ちゃんとダメージ限界突破をつけてないと、ワンパンで倒せないというところですね。で、まあ、正直僕のムーブはある程度、最適化はしたんですけど、ガーガスとアヤカが働かなさすぎなので、あのハロウィンリレルイラ持ってるともっと多分手数は節約できるんだろうなと思いますね。まあ、大体魔法の攻撃さえ当てればワンパンできるようなキャラクターが多いので、まあ、サーダリの菱形でワンパンしつつ、ハタセラと天風のベリアスで他をワンパンしていくという感じになってます。まあ、この辺はね、まあ、適当というか、まあ、ある程度最適化してあげれば、まあ、そんなにね、うん、まあ苦労することはないか。だいたい54手ぐらい残ればいいのかなって気はしてますね。はい、続いてウェーブ2なんですけど、このステージはウェーブ2と3と4があって、結構ここを、まあ、どれだけ手数を節約するかで決まってくるかなって感じはするんですけど、まあ最初は右側にパラディンっぽいやつが2人、下側に、なんだっけな、リビアルと、なんだっけ、エトアか。エトアとリビアルは範囲攻撃に弱くて、サハギンプリンスは魔法に強いだったかな。ちょっと今回は単体だけ高いやつと範囲だけ高いやつが結構入り混じってるので、ちゃんと体勢を見て適切な攻撃を当ててあげた方がまあいいとは思うんですけど、ある程度ね固まってると、まあ、エレチェとかもあるので菱形とか優先しちゃっていいとは思いますけどね、あまりにもダメージが通らない限りは。でパラディンはできる限りこっちに寄ってきてほしいのと、ウェーブ3かな、がこの右側にある高台のところにイモムシみたいなやつと左下にモントが出てくるので、まあ、なるべく左下に寄りながら、倒したいというところで、まあ、パラディンはちょっとね近づいてくるのを待つって感じですね。で、まあ、ハタセラがいるとガッツ解除ができるので、今ここで使ったトリプル X とパラディンに打つトリプル X とモントに打つトリプル X の合計3回という感じにしてあげると、
まあ無駄なく、攻撃ができるかなって感じはしますね。はい、続いてウェーブさんですね。天風のベリアスがいると簡単に登れるので、攻撃できるんですけど、まあ、本当はね、召喚獣を発動した状態でこれやると、イモムシもフィービーも含めてワンパンできたはずなんですけど、このプレイだと間に合ってないって感じですね。イモムシの攻撃は2発ぐらい食らうとワンチャン死ぬので、そこだけ注意が必要っていう感じかな。あとは、イモムシとモントを倒した後は、左の端と、上の方と右の方に敵が出てくるので、まあ、より真ん中に集まっとくと、まあ、次のステージね、楽だとは思いますね。続いてウェーブ4で、セトラシルフィードと、まあ、サポート役とメルニア UR、 それから、まあ、ちょっとよくわかんないドラゴンが出てくるんですけど、まあ、このテトラが結構めんどくさいので、まあ、このテトラをどうするかが肝になってくるんですけど、このテトラは開幕ムツマバリを張った後に、視点の風、まあ、召喚獣魔法みたいなのを使ってきてマップ効果は上書きされるので、上書きされた後にもう一回召喚獣のアビリティを発動してあげるのが、まあ、一番スムーズな倒し方にはなりますね。でまあそれ以外は特に言うことないので、まあできれば右側のキャラクターは広範囲の魔法で倒してあげて、テトラシルフィードはまあ一つのキャラクターで、まあ、連撃とかで、ね、使ってあげると結構ダメージ出るので、まあ、それで倒してあげると、まあ、無駄な手数は減らせるかなって感じ。あ、これですね。視点の風をされちゃうと、まあ、ちょっと風使ってるとね、マップ効果見にくいんですけど、上書きされちゃうので、もう一回こっちで上書きする必要があります。で、この後、ガーガスで、デュポーンをテトラシルフィードに打つんですけど、デュポーンスタンが 100% 入るので、このテトラに対して。そうするとね、スムーズに倒せるので、デュポーン持ってる方はおすすめです。はい、続いてウェーブ5ですね。このステージが、後半雷を使う人からすると一番きついので、できればパーティー1で風を使っておいて、多少なりともディアルドにダメージを与えておくと、まあ後で楽になるかなというところで、右下のネズミはちょっと回避が高めになってるので、まあ、命中を持ったキャラクターだったりとか、まあ、ヒッチを持ったキャラクターでダメージを与えておくと、まあ、後半楽になるかなというところで、ディアルドはめちゃめちゃ単体耐性が高くて、キルフェは逆に範囲耐性が高いので、まあ、そこを使い分けて攻撃していくといいのかなというところ。キルフェはバリアも張ってくるので、まあ、バリア破壊もねしておくといいかなと思います。ただディアルドは結構魔法の攻撃は通りやすいので、前半でね温存した手数を使って、まあ、サーダリーで魔法の攻撃したりとか、あとは範囲攻撃普通にしたりとかでできる限り減らしておくと楽っちゃ楽。
続いてウェーブ6ですね。ささやきとリバイアさんとズーが出てくるんですけど、また単体に強いやつ、範囲に強いやつみたいなのが出てくるので、まああんまり気にせずに範囲攻撃でとりあえず範囲に弱いやつを倒して、単体に弱いやつを最後にまとめて倒すみたいなことしてあげるとまあいいかなとは思います。ここもね、召喚獣は全然使っちゃっていいと思います。一応その代わり、まあパーティー2の召喚獣は属性付きのやつを2体、まあ、つけておくことが必要にはなりますけどね。はい、ウェーブ7と8、ここが最後のステージで、BGM が FFB 仕様になっているのが個人的にはめちゃめちゃ嬉しかったんですけど、まあ、難易度的には嬉しくない感じなんですけど、まあ、開幕はレーゲンとマジンフィーナが真ん中で、左側にユーアルと、ピンクの髪の女の子と、グリマーマスターっぽいのが出てくるんですけど、レーゲンとマジンフィーナは範囲攻撃にめちゃめちゃ強いので、まあ、なるべく単体攻撃とか、まあ、複数の単体攻撃とか使って攻撃してあげるといいのかなというところ。で、ピンクの髪の子、リューエルとグリモアマスターに関しては逆に、単体耐性がめちゃめちゃ高いので、バリア破壊と範囲攻撃を使って攻撃してあげるといいのかなというところ。レーゲンとフィーナが近づいてくるまでに、ある程度ね、バフは盛り切りたいので、できれば、ロブトラーとか使って強引に CT を上げてあげると、後で楽ができるかなという感じはしますね。ちなみに、マジンフィーナの単体の攻撃、まあ、ソーサリーストライクがめちゃめちゃ火力高いので、耐久が低めのスカールみたいなキャラクターが、そのソーサリーストライクを受けなくて済むように、まあ、なるべく固まって範囲耐性上げとくことをおすすめしますね。今回はね、結構ムーブを調整して、マジンフィーナが攻撃する前に、倒せるように、したので、まあいいんですけど、試行錯誤ね、してる段階だと、結構ね、スカールが自己死するみたいなことが多かったので、その辺はね、気をつけるといいかなというところですね。はい、ウェーブ8ですね。で、ウェーブ8は上の方に敵が、まとまって出てくるので、まあ、階段を登りながら、倒しておくといいのかなというところで、まあ、ここまで来ると、そこまで、なんだろうな、その単体範囲攻撃あんまり気にしなくていいと思いますね。まあ、ただ、天風のピリアスは、単体攻撃にめちゃめちゃ強いので、まあ、できれば範囲攻撃の方が通りやすいかな。で、初手、まあ、これはアライア持ってるがゆえの強引な手段なんですけど、CT とかをね、調整して、開幕突っ込んであげると、クイックを阻止できるので、まあ、できれば、やることをおすすめするんですけど、まあ、これはね、できなくても別にいいと思います。
単純にベリアスが多く行動してくるだけなので、うん、特に問題ないかな。まあ、ここまで来たらね、後のテストを使ってなるべく効果力を叩き込むだけなので、そんなに攻略ポイントとしては多くないんですけど、テンプのベリアスにクイックとか打ってくるやつを先に倒しとくと楽かな。あと、まあ、テンプのベリアスが固まってないと、スパインダイブで遅延行為してくるので、それでね、手数が足りなくなるみたいなことも一応あり得るので、まあ、なるべく全員で固まって、テンプノビリアスの範囲攻撃を受けるようにしといた方が、まあ、手数はね、節約できるかなと思います。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。結構個人的には難しかったなと思うんですけど、まあ、パーティー1をね、パーティー1をもうちょい詰めることができればもうちょっと楽だったんだろうなとは思うんですけど、はい、テンプノビリアスめちゃめちゃ強いと思うので、一部ね、参考にしづらい部分はあると思うんですけど、どうしても転生済みのキャラクター使ってたりするので、まあ立ち回りの部分だったりとか、まあ、もちろんね、他の属性で強い属性持ってる方は全然属性変えちゃってもいいと思うので、参考できるところだけでも、参考してもらえればなと思います。よければ、高評価、チャンネル登録、X フォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。